ってなんでか。あああ皆さん見てください。今日は西武園競輪場にやってきました。皆さんこんにちは、サンスポ5号クイーン4代目グランプリマイプこと水沢舞です。はい、皆さんこんにちは、まいちこと昼川舞です。はい、みのちょことみなとみそらです。こんにちは。はい、今日はですね、セブン競輪場ゴールドウィング賞 G3 最終日やってきました。最終日です、ね、今日も一日ね、3人で競輪場を楽しんでいきたいと思います。イエーイ。それでは早速ね、行きたいと思います。イエーイ。ダングリコロカラダングリコロダングリコロカラダングリコロ。はい、じゃあ私は今回初めて開催中の会場に来たので車検を変えてみたいと思います。はい、私は初めて競輪場で生のレースを見るので、初めてね、あのやってる時の券を買いたいと思います。11レース買います。はい、セブンつけて3連単の私は券屋さん買ってほしいから2で、2着が4かなで、まあ順当にいったら1、あと3と9、7はうーんって言われました。100円で買います。こちらで決まりです。うーん、他なんかないかな、買えんのないですか。地元、そう、地元ね、一番でもいい気がするんですよね。あー、1221。か、これで2車単セブン100円で、11レース書いてない、忘れてた、これで買います。はい、買ってきます。よいしょ。さあ、入れていきます。内容がよろしければ発行ボタンを押してください。マスカードまたは投票券を入れるか、支払い決済ボタンを押してください。マスカードまたは投票券を入れるか、お金を数えています。ありがとうございました。はい、私の11レースの買い目はこちら。1枚目が24139の3連単、そして2枚目が1と2の、2車単になります。21買いました。ケンヤさん頑張ってほしいです。あ、ケンヤ、はい、買ったのでね、どこやったっけ。あ、これ違う、あった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 、はい、このね、2枚、どっちもね、剣屋さん入ってるのでね、当たってほしいです。頑張れ。まだ誰も出てきてないけど、
ケンヤの服ミキみたい。かわいい。よし。いけいけいけ。頑張れ頑張れ。ひゃー。いけ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 。頑張れ。当たってないよ、多分。当たった？分かってないんだけど。多分当たってません。はい。以上でした。初めてのお買い物。バイバイ。私、昼川はお得意のお酒をご紹介したいと思います。はい、こちら、秩父ビールさんにお邪魔したいと思います。はい。こんにちは。ちょっとおすすめの、ね、何種類かあると思うんですけど、はい、ね、いろんな種類のビールがあるんですけど、はい、飲み比べセットというセット、はい、飲み比べるんですか。味わっていただけるセット、いい、そんな幸せセットがあるんですね、はい、わー、ありがとうございます。やった、なんと飲み比べセットがあるみたいです。こちらちょっとじゃあ飲み比べさせていただきたいと思います。はい、ということでちょっとゆっくり座ってね、4種類飲み比べていきたいと思います。まずはね、この1番、金熊のピルスナーという、商品、飲んでいきたいと思います。もう色は結構濃いめですね。この 4種類の中だと間ぐらいだけど濃いめです。いただきます。おお、めちゃくちゃ香りがいいです。すごい。なんかフルーティーというか、まあ、なんか味はすごいちょっと苦みが効いててビターな感じです。ミートセゾン雪熊という、ビールです。色がすごい薄くて黄色っぽいです。あ、香りも全然違う。またなんかお花みたいな、こっちとはまた違った香りがします。いただきます。おお、すっきりです。すごいすっきりしてます。うん、美味しい。これお食事に邪魔しない感じがあるので、なんか食中酒というか、なんかご飯でも結構なんか刺身とかさっぱりしてるやつとも一緒にいけそうな感じがします。ペールエール、はい、3番ペールエール花熊というビールですね。こちらもいただきたいと思います。うん、全然なんか本当違う香り、全然違う香りで面白い。あ、この中だと一番なんか飲みやすいかも。なんか女性好きそうな香りも、風味もちょっと甘い感じの雰囲気があって、個人的にはちょっと女性におすすめしたい一杯です。4番最後が熊は天然色ハイビスカスミントサワーという、なんかおしゃれですね。名前もおしゃれでミントサワーだって。なんかさ、あ、でもミントの香りするかも。うん、ミントの香りします。いただきます。うん、うん、え、すごい。え、なんかもうビールかってぐらいすごい、なんかもう別物みたいな、飲んだ瞬間にもうハイビスカスの香りがもう口いっぱいに広がります。で、香りもミントの爽やかな香りがこうファって香ってて、すごいなんか海の近くで飲みたいです。個人的なおすすめは、1番の金熊のピルスナー、
ちょっとほろ苦い感じが私好みでした。で結構あのビール初心者の方とか割と2番目のウィートセゾン雪熊さんとか雪熊ウィートセゾン雪熊とかからちょっと始めてみてはいかがでしょうか。はい、でもどれも本当にそれぞれ違った香りと風味で大変美味しかったです。マイプーは競輪グルメを楽しみたいと思います。クン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 、香り見てください。なんと競輪場にクレープ屋さんがあります。クレープ大チュピ、こんにちは。私の大好きなバナナチョコ生クリームをください。とびっきり美味しくお願いします。生クリーム大好きです。ね、いつもねいちごとか悩むんですけど、なんかパフェとかクレープは私バナナ派なんです。ケーキはいちご派、覚えておいてください。いい感じ、パクパクパク。競輪はされますか？予想、あ、予想してるんですか？最終レース。お、ちなみに誰を？深谷選手を推してます。楽しみですね、うん、だいたい何時から何時までここお店いらっしゃるんですか？10時から最終まで。いっぱいなんか見ました、クレープ持ってる方。そう、それに釣られてやってきました。初めてなんですね。でも大好評ですよね。ね、おいしそう。皮が結構パリパリで美味しそう。バナナもたっぷりです。うわ、そんなにバナナいいんですか？うわー、ホイップホイップ。美味しそう。パリパリですね、本当に。おいしそう。もう一回。いいのに、いいのに。これ誰か食べたいよ。ありがとうございます。いただきます。このまずパリパリの皮を、サクサク、バナナまで、おいしそう。いただきます。サクサクとバナナとクリームの相性が抜群です。楽しかったね。ね、いっぱい食べたし、ね、お腹パンパンですよ、ついに12レース、ね、さっき予想した、こちらの最終レースを発見してきました。当たりますようにお願いします。楽しみ。違うから、フォーメーションそのまま。そう、よし、あ、始まるよ。頑張れカツアナ
時間でしょ。選手が出てきた。選手じゃない、無理。あー、動き出した。あー、すごいすごい。ドキ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 。頑張れ。すごい。わー。頑張れ。つまり何だった？決定は？はい。もうね、本当明らかにテンションが下がる、ちょっと儚く釣っちゃったんですけど ね、当たらなかったけど、競輪場をね、みんなで楽しめて、はい、ハッピーな一日になりました。ね、本当に初めてのレースやったし、そうだ ね、うん、めっちゃ迫力、めっちゃ迫力あってすごかったので、ね、競輪場行ったことない方、本当におすすめです。いや、はい、本当に ね、ぜひね、生で競輪を楽しんでほしいなと改めて思いました。うん、ね、楽しかった、はい、いろいろ行ってみたい、ね、いろんな競輪場、ね、うん、まだいっぱいあるから、いっぱいあるからね、うん、そうだね、したいです。ワクワク楽しみにしてよ。はい、はい、ということで今日は以上、はい、カリマクリガールズでした。バイバイ。バイバイ。